はいどうも、おはようございます。阪神、2021年オープン戦、見事、単独1位で終わりました。いやー、よかった。最後にね、ソフトバンクを挙げて。はい、これでね、2016年以来の、オープン戦優勝ってことでね、まあ、その時よりもね、勝利数が多くて、9勝2敗、2引き分け、ということで、いやー、本当にね、例年以上に、まあ、過去最高にね、強かったんじゃないですかね、このオープン戦で。はい、まあ、これでね、16年ぶりのリーグ優勝、V 奪回に向けて、もう準備万端。これはもう優勝不可避ですね。まあ、試合をね、内容とか見てても、まあ、やっぱりね、リリーフ陣は、ただのピッチャーじゃなくても、本当にもう全員いいし、投げるたびに、阪神必ずね、1個2個、奪ってるようなね、感じで、本当にね、素晴らしかったですね。はい。やっぱりね、リリーフ陣の中で言うなら、小林投手が、まあ、頭角をね、オープン戦で表してきたんで、ここは本当にすごい楽しみですね。まあ、桑原投手とかね、まあ、梶谷投手とか、まあ、他のピッチャーは、まあ、ある程度ね、実績があったりとか、まあ、桑原選手に関してはね、タイトルも取ってるしね、まあ、そういった中で、まだブレイクしてないピッチャー、がここでできたっていうのはすごいいいですね。まあ、これは石井大地選手にも同じことが言えるんですけど、あと小野投手がね、去年と一昨年あんまりね一軍に上がってこれなかった、まあ思うような、ね、成績を残せなかったですけど、今シーズンはしっかりねオープン戦から結果ついてきてるんで、はい、金本監督の時のようなね小野選手のピッチングを見せてほしいです。はい、まあ、打つ方ではねやっぱりもう佐藤輝明選手ですね。いやもうすごすぎでしょあれは。あと1本でミスターにね追いつくというところだったんですけど、まあでもね6本のホームランを打ったっていうのはやっぱりすごいことですね。タイガースの選手の中ではいなかったんでね、最近では。まあ開幕に入ってね、いろいろ苦手なコースとか攻められたりして、いきなりはね結果が出なかったりするかもしれないんですけど、まあ我慢強くね起用してって、佐藤選手が伸び伸びね打てるような6番のあたりでねずっと固定したいですね。まあやっぱりあとね外野の争いがすごかったですね。サンズ選手とか糸井選手とかね、まあそこに佐藤輝明選手か、まあっていうのはやっぱりロハスジュニア選手とかね、その新戦力の加入があったからここまでね結果残してくれたなと思います。はい、板山選手もねしっかり最後まで成績残してたし、まあ、高山選手がねちょっとキャンプでね活躍したんですけど、オープン戦がねなかなかうまくいかなかったんですけど、まあ、開幕に入ったらねまた変わってくるのかなというふうに思ってるんで、やっぱり外野に関してはだいぶ戦力層ね厚くなったんじゃないかなと、去年とかに比べたら。ヨーカー選手もいますしね、すごく楽しみです。はい、まあ、今日のね試合を振り返っていくと、まず3回にねワンアウト1塁3塁から田野選手のセカンドゴロの間に、まあ、1点返されたんですけど、これねセカンドゴロっつっても糸原選手のねもうファインプレーですね。これは見事なねスライディングキャッチかなしてセカンドをねアウトにして、まあ、ダブルプレーはねまああれはちょっと無理ですね。はい、まあ1個ねアウトにできただけでもすごいんじゃないかなと思います。さらにその後ね、ヒットを打たれたんですけど、ライトの板山選手が3塁にねもうレーザービーム見事な好返球を見せてねアウトにしてくれたんで、板山選手の肩ってねあんなにね強かったんだなっていう風に、はい、ちょっと改めて思いましたね。めちゃくちゃ速かったです、送球が。全盛期の糸井選手ぐらいの、ね、スピードでしたね。阪神は5回の裏に、ワンアウトから宇野選手がツーベースヒットで出塁すると、木浪選手がライトへのフェンス直撃のタイムリーツーベースヒットを放って同点をつけました。対1でね、追いつきましたね。いや、弾道的にはね、あと少しで、まあ、ちょっとホームランにもね、見えたんですけど、惜しくもね、フェンス直撃でしたね。その後、近本選手がフォアボールで、1塁2塁とするんですけど、糸原選手がね、ゲッツーに倒れて、ここは同点で終わってしまいます。はい、で、その後はね、やっぱりもう山岡選手の縦スライダーが、もうキレッキレでね、阪神のバッターがね、どんどん切り切り前にされて、まあ、試合はね、1対1で引き上げたんですけど、はい、まあ、今日はね、オリックスのね、投手陣もすごかったですね。山岡選手だけじゃなくてリリーフの富山投手とか、山田投手とかね、山岡選手にはねもう今日10個三振奪われたんで、マルテ大山サンズのねこのクリーンアップを3者連続三振でね引き取った回もあって、いや本当にあの縦スライダーはね厄介ですね。しかも落ちない方のねドロップカーブもあるから、軌道がね縦スライダーに出るから本当に厄介ですね、あの2種類のボールは。阪神もね、ガンケル投手が、今日はね5回1安打6月三振無失点ということで、はい、もう本当に開幕ローテ入りにね、最高の結果をしてくれました。今日は中継ぎでね活躍して先発ではねあまり良くなかったんですけど、今年はねオープン戦で、まあ、先発でねやれるところを見せてくれたんで、まあ、先発で頑張ってほしいですね。先発がダメでも中継ぎがあるんでね、はい、ガンケル投手は、まあ、どうなんだろうな、どっちの方がね適性あるのかは未だによくわからないんですけど、その後投げた、桑原投手、石井大地投手、大野投手がみんな1打三振を奪って、無失点ということで、はい、もうなんかもう当たり前になってきてますね、これが。本当はね、この当たり前じゃないんですけどね、毎回無失点を抑えるっていう。いや、本当にしっかりね、無失点に抑えてくれて、オープン戦最終戦を優勝のみでね、締めくくりました。まあ、開幕戦はね、ヤクルトで、まあ、藤浪投手が先発で、おそらくヤクルトはね、小川投手が来ると思うんで、まあ、小川投手がね、ちょっと去年あまり打てなかったんで、ちょっと心配であるんですけど、マルテ選手だったり、サンス選手だったり、佐藤輝明選手あたりがもう絶好調で、オープン戦でもホームランね結構打ってたんで、オープン戦で調子良かったバッターで崩していきたいなと、はい、思います。藤浪投手はね初回も失点だけね、気をつけてくれてから、もう頭とは完璧だと思うんで期待します。はい、それでは、今回はこの辺動画を終了したいと思います。この動画を見てくれた方はぜひ高評価と
チャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。